M41K 戦車、M41 ウォーカーブルドッグ、M41 ウォーカーブルドッグはアメリカ合衆国が開発した軽戦車である。愛称のウォーカーブルドッグは朝鮮戦争で第8軍の初代指揮官としての任務中、交通事故死したウォルトン・ウォーカー中将にちなんで名付けられた。 1946年にゼネラルモーターズ社が m 2 4軽戦車の後継として開発し、アメリカ陸軍を中心に西側諸国で広く使用された軽戦車である。日本の陸上自衛隊においても1960年代初頭から1980年代初期まで装備され、国産の61式戦車の配備が進むまでは m 2 4軽戦車及び M4 中戦車と並ぶ。 自衛隊の主力戦車の一つであった。T37 の名称で試作が開始され、フェーズ I、II、III という3種類の異なる試作車が製作された。これらのテスト結果を受けて、フェーズ2の各部に改良を図った試作車が T41 と解消され、3両が製作された。T41 は先行生産者の試験結果を待たずして100両が発注されたが、 同年6月には朝鮮戦争が勃発し、T41 の初期生産者が実地試験を兼ねて朝鮮戦争に投入された。実戦での運用の結果、装備されたステレオ式即虚偽の不具合を筆頭に多くの問題が指摘され、これを受けて既存生産分以外の T41 の発注は取り消され、標準装置を従来型のものとし、砲塔も内部容積に 余裕のある大型のものとした T41E1 が改めて開発され、1953年5月に M41 系戦車 76mm ガンタンク M41 として正式化された。M41 の生産はゼネラルモーターズ社の参加キャデラック社が行った。生産型第1号車は1953年半ばに完成し、 以後1802両が生産された。生産は、その後邦火を改良し、ウス895から3空冷ガソリンに変更した M41A1 軽戦車に移行。さらにエンジンを青し895から5に変更した M41A2、M41A3 に回収され、最終的には5500両近くが生産された。重量19トン、砲塔は、 圧縁後半と鋳造部品、棒立て、砲賀周りを組み合わせて溶接した油圧、または手動で全周旋回可能なものとなっている。手法としては、新たに設計された六0合計リメートル戦車砲、t 九十一 e 三 t 九十四を採用した。これは、新型の七十六 x 五百八十メートル m r 弾を使用しており、これは、 同じ口径 76.2mm 砲でも、従来の M4 中戦車の M1 戦車砲や、M10 駆逐戦車の M7 戦車砲より軽量かつ、射程、威力ともに勝るものであった。改良された量産型手法は、M32 と呼ばれる。副武装として、手砲同軸と社長用展望等の重火に、ブローニング M22.7mm 機関銃を装備した。 このうち、主法同軸基準は、初期生産者以降は、ブローニング m 九九百十七点六二ミリメートル機関銃に変更されており、その後初期生産者も、順次、m 九百十九に換装している。走行装置は、m 二十四よりも進化して、超新値旋回可能なクロスドライブ式アリソン CD-500 から三オートマチック前進二段、後進一段となり、 従来の戦車のようなレバーではなく、T 字型ハンドルで操縦を行った。この走行装置とコンチネンタルウス895から、三水平対抗6気筒ガソリンエンジン、グロス出力500馬力、さらに、トーションバー式サスペンションの組み合わせにより、路外での高い機動力を発揮できた。M41 は、試作車両である T41 が開発中に、 朝鮮戦争に投入されたものが実戦における運用の初である。折しも朝鮮戦争が勃発した当時、朝鮮半島でアメリカ陸軍機構部隊が装備していた戦車は第二次世界大戦末期に配備が開始された M24 軽戦車であった。これは当時アメリカで使用されていた軽戦車としては最高のものであったが、対する北朝鮮軍の主力戦車は ソ連製の T-34 から85、中戦車であり、攻撃力、走行が劣る、軽戦車の限界で、対戦車、走行車用の鉄鋼弾や、成形作薬弾どころか、対人、対飛走行目標の榴弾で容易に撃破、されてしまった。そのため、軽戦車ながら T-34 に対抗できる、火力を持つと期待されていた T-41 は、 試験終了前の1951年に生産ラインから直接戦場に投入された。結果、本社の特徴の筆頭であったステレオ式即虚偽は、走行時や射撃時の振動によって狂いを生じやすく、故障が多発するために実用性が極めて低いとされ、また砲塔内が狭すぎるとの評価であった。このため、改めて砲塔を再設計した量産原型車の T41E1 では、 標準装置を従来型の直接メガネ及び戦法鏡式とし、法を T91E3 に変更、法塔を容積に余裕のある形状に変更している。M41 はベトナム戦争でも実戦投入された。南ベトナム軍にも供与され、北ベトナムの PT-76 系戦車や T-54 戦車と戦っている。レバノン内戦でも、 軍や民兵によって運用されていた。その後、アメリカ陸軍では M551 シェリダン空挺戦車が登場し、主力偵察戦車の座を譲ることになるが、28カ国において使用が続けられた。台湾やデンマークでは旧式化した M41 に近代化改修を施し、それぞれ M41D、M41DK1 として採用した。m は、 軽戦車ゆえの運用のしやすさから2000年代に至っても2 0 0 9級装備として保有している国がある。2006年9月19日にタイで発生した陸軍によるクーデターでは首都バンコクの各所にクーデター勢力側の M41 が展開された。日本の陸上自衛隊は第二次防衛力整備計画においてアメリカの無償援助による225両の取得を計画し、 最終的に M41A247 両の供与を受けた。M41 は1961年より M24 に変わる形で全国の戦車部隊に配備が進められた。国産の61式戦車が開発、配備されると61式への更新が進められたが、自衛隊に供与されたアメリカ戦車の中では、 最も超装備されており、最後の車両が退役したのは61式の次世代の国産戦車である74式戦車の開発、ィー後の1983年のことである。なお、自衛隊からアメリカへ返還された車両の一部は台湾に再供与され、その後も使用されている。百七十五年制作のフランス・ブルガリア合作映画、サンチャゴに雨が降る。 現代、イルプラシュール・サンティアーゴン、日本での初ビデオソフトカジのタイトルは、特攻用サイト誌には、M41 によく似た戦車が登場するが、これは、ロケ地のブルガリア軍の T-34 戦車を M41 に似せて改造した車両である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。